さあ、本日僕がおすすめするお店はこちらです。どうも、原田敦です。今日は吉祥寺のニックニックさんにやってきています。いろんな美味しいお肉食べられるそうなので楽しみにしております。和牛専門店から直接仕入れている最高級の黒毛和牛をカジュアルな雰囲気でお召し上がりいただけるスペシャル食堂です。ステーキもハンバーグも全てにこだわっており、ハンバーグにおいては黒毛和牛 100% なので大変人気の商品です。それではいただきます。こちらでは、お肉に合わせたいろいろなワインも楽しむことができます。厳選された野菜で作られたバーニャカウダです。美味しさそのままフレッシュと鉄板で豪快に焼き上げた見た目も味も満足の一品です。牛肉 100% の絶品ガーリックライスです。ステーキやハンバーグにはもちろん、締めにもぴったりの肉屋ならではの一品です。いや、おやつにガム入れるの邪道みたいになってね。ちょっとわー、めっちゃいい匂いする。一瞬あったの。さあ、バーニャカウダーです、というかね、森もめっちゃ多いです、おいしい。やっぱね、肉食べるときは野菜もいっぱい食べないと。でもお芋も甘い、美味しいです。お年寄りのお客様からお子様のお客様まで、幅広いお客様に喜んでいただけますよう豊富なメニューを揃えております。お肉が食べたくなったらぜひ吉祥寺ニックニックへいらしてください。お待ちしております。さあ、というわけで、ニックニック吉祥寺さんいかがでしょうか。吉祥寺駅からもう出口からね、出てすぐのお店ですので、ぜひ一回来てみてはいかがでしょうか。本当ね、いろんなメニューありますし、日替わりでもいろんなお肉も入っているようなので、ぜひ来ていろんなお肉試してみるのいかがでしょうか。それでは、ニックニック吉祥寺店から原田敦がお送りしました。それでは皆さん、ぜひ来てくださいね。さようなら。大丈夫、この足で歩いて行けるから、僕は一人じゃない。止めた。
ないんだ。